こんにちは、カンノです。基本もですね、手ぬぐいに興味があってですね、日本の伝統柄っていうのはいいなっていう形で、感じてられる方に向けたですね、ワンポイントのアドバイス、あるいはをですね、ちょっとしていきたいかなと思ってます。で、今日のね、紹介する柄っていうのは、この柄なんですね。この柄。どっかでね、見られたことあると思うんですけども、これの色違いがこちらになります。縦にお見せしましょうかね。こういった形。鎖がね、ずっとつながって連なっているようなデザインなんですね。で、これっていうのはもう音楽関係の方だったら知ってあると思うんですけども、ビートルズっていうのがね、昔ビートルズさんっていうのがグループであったんですね。結構イギリスのミュージシャンで有名やったんですけども、で、彼らがですね、来日した時、もうすごい、もう40年も50年も前ですかね、もうすごいもうワイワイ言うて大変だったんですけど、その時にですね、着てた法被がこの小持吉藁っていう柄なんですね。で、この柄っていうのは昔ながらの当然日本の伝統柄なんですけども、この意味としてはですね、やっぱりこの、鎖がね、こう連なってつながっているということで、やっぱりね、この縁をずっと長く続きたいですね。良縁がずっと続きますようにっていう願った柄でもありますし、これからもずっと続きますようにっていう、ね、願いの込められた柄なんですね。ですから、そんな悪い柄でもなく、言ったら吉兆柄みたいな形なんですね。ですから日本の伝統柄っていうのはたくさんあります。で、これ以外にもたくさんあります。今回私どももこの日本の伝統柄ばっかしをですね、ちょっと今風の色であるとか、昔の色もそうなんですけども、今風の色で染めたりして本染めで提供しようとして今動いてますので、またね、今後ページができましたらまたこれね、ご連絡差し上げるようにしますが、いろんな柄が出てきますのでですね、楽しみにお待ちになってください。よろしくお願いします。